忘年会は池袋実践、とりあえず忘年会はで、てめえは本職からだって唾吐いた、唾吐いて飲み込んだよ、マジで唾吐いたんだから、君はあんたはね、池袋丸々くん、うん、マジで吐いた唾飲むね。本職からかって何が面白いんだな、うん、な、もうちゃんとあるから、もう話ができてるから、うん、どうなっても殺したりすんなよ、うん、お前はもう手遅れなんだぜ、マジで。池袋の丸々くん、名前はあえて言いません。タイソン君がシコシコ、見た目じゃすまねえことあっかんな。金持ってっか、ケツも取ったかわかんねえけど、酒飲んで許されるっていう話じゃなくなったんな、本当にな、これはな。タイソン君がシコシコ、急遽動画を回してるんですけど、昨日ね、あの池袋のね、あいつがね、舐めた配信をしてたらしくてね、いろんな関係者からね、俺の方にも連絡がいっぱい来てて、YouTuber ではない人間の名前を勝手に出して、真実をねじ曲げて、個人の名誉を著しく害した配信をね、やってるっていうことがね、それはお前犯罪だからな。自分で会社やってんだったら、お前そんぐらい一般社会のモラルぐらいわかるだろ。ん？昨日夜か、昨晩から、お前にな、いろいろ関係者が、電話してるよな。お前それブルって出れねえじゃねえかよ。お前配信上でしか息があるねえクズかよ。典型的だよ、お前は。ネット配信でしか息があるねえクズだよ。電話してんだからよ。お前配信外で、ちゃんと裏でお前電話出ろよ。それと、まあ、エンタメでもう済まないレベルまで来てるから、お前あんだけな、本職の人間からかっといてよ。お前吐いたつば飲むなよ。ブルってねえでよ、裏でちゃんとお前電話出ろよ。お前本職の人間を怒らせてんだからな。俺に連絡じゃんじゃん来るよ。俺もかばいきれねえよ、そんなの。なあ。池袋のお前はもう終わりだよ。残念ながら。まあとにかく、お前が調子に乗って、そういう配信した結果がこれだから、まあしっかり苦しむんだな、これからな。カーッとなっちゃダメだよ。